まずは今回のカルテルの舞台となった高圧電力そして特別高圧電力について説明しますいずれも企業や事業所向けに販売されている電気のことで高圧電力というのは供給電圧が6000ボルトそして特別高圧電力は2万ボルト以上なんですね。こののううち特別高圧電力というのは2000年から 高圧電力は2004年からどの会社がどこのエリアで電気を販売してもよいといういわゆる電力の自由化が始まったんです。とところが厚生取引委員会によりますと 中部電力は電力販売が自由化されたにもかかわらず中部地方以外のエリアでは自社の電力を売らないようにしていた疑いが持たれていてこれが独占禁止法違反に当たると判断されましたでは今後の行政処分の流れをおさらいします今日公正取引委員会から中部電力には275億円余りの課徴金納付命令書の 案が郵送されましたので、まあ、手続き上はこの段階ですこの後は委員会が中部電力から意見聴取を行いその後正式に課長金納付命令などが出されることになります今回の課長金は過去最高額に上るとみられ来年予定している電気料金の値上げにも影響を与えそうです